わか？さて、どう？おや、美人は照れていますか？子供の頃はよく抱っこ抱っことねだってくださいましたのに、私の香りに包まれるの。何が違うと、それとも。では。若はまだまだ子供。若様、おや。仏長少、若様のお世話はここ。空想の執事である私の役目です。若様、若様、若様、食神である空想は今や数万の食玉らが暮らす極高の楽、従って代理食神神を待たせるとは一日も早く、その悪い習慣を克服しろ。さもな、どうやら。ほう、だが。慌てなくて、私は遠足。おや、V 山の満帝法には、それは、そして、そうだ、我が主はそれに飽きた。千年が過ぎ、まずい。空想の食玉、アイケイの言いた、アイケイ、その目に。左へドラッグして敵と遭遇するまでお進みください。若、左へドラッグして敵と遭遇するまでお進みください。左へドラッグして敵と遭遇するまでお進みください。凍結出現。陳はすでに宿縁師の顔、その目に。陳の勇姿をしかと焼き付けるがよい。陳はすでに宿縁師の香りを嗅いでいるのだ。長旅に、ここは召、ここは召喚人の、身の回りの世話をさせていただきます。若、食卓、ここをお選びください。まずは
戦闘に長けているという印象を与えましたか。あなたのおそばで戦えることこそ準備万端。仏頂商は険しい旅路に、ここをタップして、ここをタップして、食玉アイコン。この程度で私を止められると思いですか。食玉アイコンをタップして、わか、そんなに緊張なさらなく、この程度で私を止められると思いですか。この程度で私を止められるとお思いですか。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。若、そんなに緊張なさらなく、若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。この程度で私を止められると、この程度で私を止められると思いですか。そんなに、この程度で私を止められると思いですか。そんなに緊張、この程度で私を止められると思いですか。この程度で私を止められると思いですか。おいおいおい、この程度で私を止められると思いですか。わか、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。おいおいおい、どこ見てやがる。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。この程度で私を止められると思いですか。おいおいおい、どこ見てやがる。そんなに緊張なさらなくてもいい。これは祝杯用のお酒です。割ったら許しませんよ。若に歯向かう者はこの私が許しません。これ以上距離を縮めるとどうなるか、その体に教えてやるよ。この程度で私を止められると思いですか。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。おいおいおい、どこ見てやがる。気をつけてね。
この程度で私を止められるとお思いですか。そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。おいおいおい、どこ見てやがれ。これは祝杯用のお酒です。割ったら許しません。これ以上距離を縮めるとどうなるか、その体に教えてやるよ。この程度で私を止められるとお思いですか。おいおいおい、どこ見てやがれ。攻撃するよ、気をつけてね。おいおいおい、どこ見てやがれ。そんなに緊張なさらなくてもいいで。この程度で私を止められるとお思いですか。そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。おいおいおい、どこ見てやがれ。これは祝杯用のお酒です。割ったら許しません。若に歯向かう者はこの私が許しません。これ以上距離を縮めるとどうなるか、その体に教えてやるよ。この程度で私を止められるとお思いですか。そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。俺を助けたからっておとなしくお前の言うことを聞くと思うなよ。戦闘ごとに浄化回数。攻撃するよ、気をつけてね。若、そんなに緊張なさらなくてもいい。どこ見てやがれ。そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。この程度で私を止められると、若に歯向かう者はこの私が許しません。これ以上距離を縮めるとどうなるか、その体に教えてやるよ。おいおいおい、どこ見てやがれ。この程度で私を止められるとお思いです。これは祝杯用のお酒です。割ったら許しません。この程度かよつまんねえな。
では荘園に戻ります。ここは私たちの、まずは農場に、若ご覧、ここをタップ、食玉をお選びください。すべての食玉は準備完了ですね。なんで俺がこんなことさせられるんだ。手始めにここをタップすると、ここをタップ、調理済みの料理はここをた習うよ。調理済みの料理は山頂で販売できます。山頂はここをタップすると、献立の席、調理済みの確定をタップする。今後